私自身は、わびさび、この音楽ユニットを拠点にして、ベーシスト、ミックスエンジニア。で、その傍ら、関東、それから沖縄が多いですけれども、高校の軽音部で呼んでいただいて、その音響のことだったり、バンドレッスンだったりとか、っていうのをすることがあります。で、プロ活動してきてですね、独学でやってきたんですけれども、すごく自分の支えになったものですね。諦めないで、今でもやり続けられている大きな指針になっているものが2つあります。考え方が2つあります。そのうちの今日は1つ目ですね、をご紹介したいと思います。今回の動画でお伝えしたいのは、楽器を持っていない時こそ上達するということですね。独学を貫き通せてこれたとても大きな考え方です。これベースだけじゃなくて、ギターだったりとか、エンジニアのテクニックみたいなのもそうなんですけれども、すべてに言えますね。はい。他のどんなことでも、その技術習得する場合は同じだと思うんですけれども、練習してる時間内にそのまま上手になるっていう幅はすごく少ないと思っています。で、これは皆さん感じられてるのではないでしょうか。その時間内に思い通りに弾けるようになるっていうことは滅多にないですね。なんか上手に弾けないなと思ったまんま終わって、で、寝て起きて翌日やってみたら、なんかスッと弾けたっていう経験をお持ちの方いらっしゃると思うんですね。これすごく大事なことだと後で知ったんですけれども、練習している時には上手にならないんですよ。他のことをしてたりとか、あと寝たりとか、休息をとっている時に、脳がですね、そのやった練習をすごい勢いで反復練習してるらしいんですよね。無意識の中で。なので、時間を置いて、改めてやってみると、あれできるようになってるっていうことがあるらしいです。今日練習したものを今日収穫しようとしないというのがすごく大事だなと思いました。だから練習は種まきっていうね。それに気づいてから絶望しなくなったっていうのがあります。で、明日、明後日とかっていうふうに、その結果を先送りしていくと、その間に寝てたりとか気持ちを切り替えることができるので、こう、へこむことが少ないんです。成長が止まることはあっても、下にこう下がっていく、もうやめようかなって思っちゃうことがあまりない。その場で成果が出ないっていうふうに思った時に、翌日結果を見るとか、そういうふうにやっていくと、一つ弊害があって、飽きちゃう場合があります。で、ここがポイントで、飽きないっていうのが本当に好きなんだろうなっていうことですね。自分がそのベースっていう楽器だったりとか、他の楽器よりベースが好きなのは、やっぱりそこで飽きないとか、もう一回持ってみようって思うこと、それを継続して25年ぐらいベースを続けられているっていうことだと思いますね。自分が好きだっていうのに巡り合えているっていうか、確認できている作業でもあります。はい。なので、練習の効率を最大化させるためには、その練習内容も大事なんですけれども、もう練習が終わった後の、その自動で脳内で行われている反復練習ですね。これの質をいかに上げるかがすごく大事なんだろうな。絶対やってくれるので、自分が考えなくても。なんか一番楽できるんですよね。自分が欲しい技術だったりとかの、どの部分で反復練習させるかっていう、どの素材で練習するかっていうことになるので、それはもう人それぞれになってくると思うんですけど、これが弾きたいっていう素材の探し方ではなくて、休んでる時に上達するのにどれだけ効率化させるかっていう教材を選びに行ったっていうのがあります。一つ価値観がそこで入れ替えられたのかなっていうふうに思いますね。自分が独学でも習いに行ってる人よりももしかすると効率的にできてることがあるんじゃないかなって自分で確信が持てて、ことの一つです。先生に習いに行ってもこのやり方を教えてくれないだろうなって思ったってことですね。そこはまあ自信にもつながってると思うんですけど、もうプロ活動を始めようと思ったのが20代だったんですけれども、こうお仕事もらわないとっていうふうになった時に、突き詰めたのがやっぱりメトロノームです。メトロノームを使ってで、反復練習をした方が自動で行われているトレーニングですね。それが効率化される感じがありました。まあ多分私がすごく凡人だからで、今でもメトロノームをすごく使って練習するんですけれども、おそらくこれ習熟度がある一定以上のレベルに達したら、メトロノームっていらなくなるんだと思います。こうバレエだったりとかダンスみたいなもので、1,2,3,4って言われながらダンスの練習してる感じだと思います。
だけど、これが達人の域になってくると、先生にこう、言ってもらわなくても、自分一人でこう、綺麗に、テンポとかじゃなくて、もう、その、美しいものとして、その流れが、キープできるんだろうな、っていうふうに思いますね。テンポキープっていうか、その流れ、美しい流れを、その、早く習得したいので、メトロノームを使って、脳に反復練習を延々繰り返しているという感じです。はい。これね、メトロノームの練習をやめたこともあるんですけれども、そこで成長したことがあまりなかったので、メトロノーム使っていろんな素材を試した方が、やはり未だに効率が良いので、もうメトロノームっていう時期は終わったなっていうタイミングがね、いつか来るといいんですけどね。はい。で、この、脳の反復トレーニング、そこに委ねる部分がすごく大きいっていうか、そこで本番みたいなところが、私はありますね。だから演奏でしながら楽器を触りながら練習してるときっていうのは準備。練習の本番は楽器を離れた後。まあまさに筋トレと同じですかね。その場で筋肉つくわけじゃないじゃないですか。で終わった後に正しいなんか、その栄養っていうか、呼吸すると筋肉がつきやすいとか、同じ作業というか同じ考え方になるんじゃないかな。似た考え方に。なのかなと思いますけどね。いわゆる筋トレが終わった後ですね。何もしないかっていうとそういうことではなく、音楽ができない時に音楽の練習をするっていうのを心がけています。例えば電車に乗っている時とか、移動中、歩いてる時とか、そういう時に音楽の練習とか、感度を高めていけないかなっていうのもあります。まあ自転車乗ったりとかもそうなんですけど、自分はね、裏拍で歩くっていう練習はかなり効きましたね。もともと千葉市に住んでたんですけども、京葉線の沿線で、ご存知の方はわかると思うんですけど、京葉線の東京駅ってすごい歩くんですよ。山手線とか乗り換えるの。で、歩く時間が、これが無駄だなってすごく思ってて、裏拍で歩くんですよ。右足を裏拍にするなら、ワン、ツー、スリー、フォーと頭の中で唱えながら、2と4で前足が前に出るようにという歩き方をしてました。で最初はもつれます。怪しい足取りになるんですけど、慣れてくるとそういうのもできるようになって、で、その次はリズムを頭の中で歌いながら、2と4でこう歩くようにすると。右足前でね、ドッツ、ダン、ツカツカツ、ダンとかって、その頭の中で唱えながらやると。で、どっちが裏拍かわかんなくなる時とかあるので、そういう時はジャズのチッチッキチッチッキ、チッチッキのところで右足出すんだなと。それでスタートして、いろいろ8ビートにしたり、ファンキーなリズムにしたりっていうので歩いてたりしましたね。右足ができるようになったら今度左足でもできるようみたいなことをしたら、それでね、かなりリズム良くなりましたね。演奏してる時に足でこうリズムキープする方いっぱいいると思うんですけども、ちゃんと足を踏めてる人とちゃんと足でリズム取れてない人の差がね、むちゃくちゃよくわかるようになります。足の踏み方でいろいろリズムをコントロールするっていうものの一シーズンになりました。で、他にやったのは、手の指のストレッチですね。コップ持つときに、野球のフォークボール投げるみたいに、人差し指と中指の間で全部コップ挟んで、指がそんなに大きくなかったので。そう、それをやってたらですね、ベーシストの方は、もしかすると多いと思うんですけど、左手と右手の大きさが変わったりします。左手がむちゃくちゃ伸びるんですよね。自分も左手が大きくなっちゃってます。こう、手首で合わせて、こうやると、めちゃくちゃ出ますね。まあ、ストレッチはすごく、こう、開くやつとか、とか、こういうやつとか、はめちゃくちゃやりましたね。はい。とにかく、楽器持ってない時にやっておくってことですね。これ未だにやっています。はい。まあ、他にもね、電車だったら本読めたりとかで、まあ、理論書みたいなの読んで、まあ、理論すごく苦手なので、まあ、眠くなったりもするんですけど。楽器を持って、で練習することってやった感も大きいですね。練習したなって思えることが多いんですけど、実は楽器を持って練習できる時間っていうのは一日の中でそんなに多くの方は長くないはずです。まあなんか音楽学校受験したいとか、まあそういう音楽の専門学校行ってるとか、そういう方はね一日8時間とか6時間とか練習される方も多いと思うんですけど、多くの方はそこまで練習を継続してね毎日8時間みたいなことはなかなかやれないんじゃないかな。毎日1時間できたらすごくよくて、まあ日によっては10分、15分、5分でも触れる時があればいい方で、時には触れない方が多い。で、その触れない時間が積み重なっていって、今週触ってないわ、みたいな日が増えていくっていうことだと思うんですけど、
最悪今週楽器を触らなかったなっていう人でも、楽器を触ってない時にこそ音楽っていうのは上達するものだというふうに考えれば、いろいろインプットできることとか、楽器を持たないでできる練習ってたくさんありますので、本当に練習しなかったってことがないようにできるのではないかなと思いますね。楽器を持ったら練習したっていうふうに思わない方が逆にいいと思います。本当に上達したいなら。楽器を持ってない時にこそ上達するっていうことですね。うん、はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。私自身が上手いかどうかは置いといて、一番最初に楽器持ったのは中学校3年生の卒業発表だったんですけども、そろそろ30年経ちます。で、そこまで楽器を続けてこれて、なんとか、音楽を生業にして今までやってこれている。ね、実績だけはありますので、どんなにね、上手でも仕事にできなかったりとか、30年続けるモチベーションは保てる方は、やっぱりなかなか少ないかもしれないなと思って、私を支えている楽器の練習方法とかじゃなくて、考え方のうちの一つを今回ご紹介しました。またもう一本、続きでご紹介したいと思いますので、次の動画、楽しみにしてください。ではまた。